まるでナウシカのような光景。壺台、桶ヶ土、天狗岩、貝殻山の平尾台のルートのご紹介です。はい、今回はですね、平尾台のですね、ちょっと縦走を楽しんでみたいと思います。今ですね、茶ヶ床エッジから今中峠の方に向かっているところです。今回は中峠、周防台、桶ヶ土、天狗岩ですね、かっこいい岩があるようです。で、途中の周防台から桶ヶ土の方はちょっとジブリみたいな景色があるようなので行ってみたいと思います。平尾台へゴー。はい、まずは茶ヶ床エッジからスタートです。茶ヶ床園地は車がだいたい20台ぐらい止めれますね。あと、こちらにトイレもありますんで、事前にトイレを済ませておくといいかと思います。鍵厳禁ですね。こちらはテーブルとベンチもあるので、ツーリングの方や観光の方もいっぱいいらっしゃいました。カルスト台地は羊群岩という羊の背中のような岩がたくさんあって綺麗ですね。さすが日本三大カルストと言われるだけあります。はい、分岐です。中峠の、ね、手前に壺台に目指す分岐があります。ここから200メートルで壺台、桶ヶ土 1.4 キロで天狗岩って感じですね。このですね、中峠の、手前の壺台への分岐までは茶ヶ床園地から15分から20分です。この壺台の前の丘までの道が一番勾配があります。って言ってもそれほどでもないですね。はい、壺台直前のここがですね、非常にちょっと岩場なんで結構いいなと思う。あと岩場でちょっと高いのでパン食べでもいいかもしれないですね。ちなみにここは他のルートからの合流地点にもなっています。壺台までは中峠前の分岐から20分ぐらいでたどり着きました。標高は605メートルです。壺台からは平尾台を一望できます。いい眺めですね。ここからは桶ヶ土を目指します。インスタ映えスポットですね。壺台、桶ヶ土、天狗岩までがすごく眺めのいい稜線の景色になります。ジブリのナウシカっぽい光景というのがこちらですね。桶ヶ土からは神田町行橋方面が一望できます。桶ヶ土は標高568メートルです。人気の休憩スポットですね。壺台からここまでは約20分ぐらいです。パラグライダーの場所としても非常に有名です。ここからはもう完全に下りですね。ここから20分で天狗岩です。
天狗岩です。標高436メートルです。南側から見ると天狗の顔が突き出たような感じに見えるので天狗岩と言われているそうです。はい、天狗岩まで来ました。遠くから見た方がなんかちょっと天狗っぽく見えますね。一番上の岩まで登れるんですけど危ない。思ったより絵になりませんでした。ここからカーブを経て下っていきます。途中水が流れているところもありました。竹林を抜けて低山っぽい山道になります。なんか食べられてる。見てめっちゃちっちゃいのタケノコ。竹林を抜けた先に分岐に差し当たります。天狗岩からですね、竹林を抜けまして、こちらが貝殻山ですね。で、こちらの方に行きますと、茶ヶ床園地の方に進みますと、千仏鍾乳洞の方になります。貝殻山へはいろんな登り口があるみたいですね。結構すぐに登れました。天狗岩からですね、だいたい40分ぐらいで、貝殻山のピークまでたどり着けました。標高472メートルです。平尾台の中では低い方になるんですけども、それでも景色はすごく良かったです。この貝殻山から15分程度で目白鍾乳洞の駐車場の前に出ます。ここから茶ヶ床園地までは2分程度です。はい、茶ヶ床園地に到着しました。縦走終了です。はい、今回天狗岩というですね、名物スポットがあったんですけども、須防台方面からですね登っていった方が登りの負担は少なそうなので、親子登山にはいいかと思います。まるでナウシカのような稜線の光景、須防台、桶ヶ土、天狗岩、そしておまけに貝殻山、すごく楽しい登山でした。こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。